もう地肌はもう見えてないか。見えてます。まだ見えてる。見えると見える。そうなんだ。で、ぱっと見は見えてないかなと思ったんですけど、見える。あのこの日が26日がちょっと調子が運動がひどかったんだけど、あとはだんだん減ってきて。そういう時ってさ、 A の薬をさ3回だ。こういう時って A の薬をさもっと飲ませていいですよ、4回5回もし飲めるようになったら。ああ、そうなんだ、うん、そうすると血の流れが良くなって少し楽になると思うんですよ。あ、うん、あのね、そういうさ、調子が悪い時ってまず飲まないじゃないですか、なかなか。で、飲み出したらあれなんだけど。で、体重は、まあ、相変わらず変わらない。でもそれが大事ですね、うん、いうか、この数字になったことがないから、病気になって初めて95まで行ったから、それまでは90くらいだったから頑張ってね。でも、うんちもじゃあ45からどう、ね、なんかね、大きくなったりはしてるんだけど、でも数は少ないね。でも餌はちゃんと食べるんだよね。朝はあんまり食べないんだけど、あの昼からは食べ出すので、まあ、ほぼ残骸が残ってるだけで、餌は、ね、結局朝はあんまり食べないけど、夕方に一気に、まあ、食べ終わらせてるみたいな。伸びた時にちょっとやっぱり歯が見えるんだけど、伸びてない時は目立たないんだけど、こっちが左ですもんね、うん、伸びてるとちょっと目立つぐらいで、あ、他今もちょっと、うん、見えるでしょ、ね、それ見える。酸素と吸入して10分。はい、じゃ あの吸入と酸素療法をやりますね、はい、10分ね。それでまた薬を出しておきます、1週間分ね。あ、それで A はじゃあ5回、4回が5回になっても構わない。まあ、ね、まあ、よく言うけど2から4回やりましょうって言ってんだけど、別にあんまりやる、もし飲めるんだったら5回やっても問題ないです。で B は毎回1回でやる。今日は、ね、時間がちょっと早くなったか知らんけど飲まんくて、いつもは大体4時ぐらいに飲むんだけど、なかなか。それはまだ1週間ではありません。はい、じゃあ時間を返して。その裏使ってくださいね。はい。じゃあちょっとお預かりして、そこで吸入と酸素やりますね。はい、お願いします。は